かつて華北を支配していた女真族は、モンゴル帝国との戦いに敗れ、国ごと滅亡しました。詳しくは、金の滅亡、を見るのじゃ。女真族は歴史の表舞台から消えましたが、中華北東部に多数の部族に分かれて住んでいました。モンゴル帝国を追い出した民は、女真族に分割統治を施し、団結せぬよう謀略を張り巡らせていました。しかし豊臣秀吉による朝鮮出兵を機に、民による女真族への首引きが緩みます。詳しくは、人心帝流の和乱、を見るのじゃ。バラバラだった女真族はヌルハチによって統一され、ついには民の大軍を破るに至ります。ですが民側の名称円数館によってその進行は阻まれ、その直後にヌルハチは死にました。詳しくは、ヌルハチ、を見るのじゃ。今回の主役であるドルゴンは、そのヌルハチの第14子として生まれました。ヌルハチには随分たくさん子供がおったのじゃのう。ヌルハチの死後、後を継いだのは第8子である本太子でした。本太子が後継者となるまでの過程は謎に包まれており、さらに言えば、本太子、の本名さえわかっていません。本太子とは称号だったと考えられておるのじゃったの。ヌルハチは女真族内の様々な部族の女性との間に子をなしており、本太子の母はイェヘナラ氏族、ドルゴンの母アバハイはウラナラ氏族の出身でした。兄弟で母の出身部族が異なるのじゃの。ドルゴンは1612年、ヘズアラにてヌルハチとアバハイの間に生まれました。父ヌルハチが1626年に死ぬと、母アバハイは殉死を命じられたようです。過酷じゃのう。本太子が死ぬまでのドルゴンについては、確かなことはほとんどわかっていません。ですが本太子はドルゴンを重用したようで、モンゴル帝国との戦いなどで功績があったようです。本太子はモンゴル帝国を滅ぼしたのじゃったの。その際伝国の玉璽を手に入れており、1636年には国号を、金、から、真、と改めました。また、本太子は、女真族、という名称は漢民族が定めた別称であり、満州族、と呼ぶことを推奨しています。ヌルハチは中華帝国の樹立までは考えていなかったと言われますが、本太子は中華領域への侵攻を明確に意識していました。詳しくは、本太子、を見るのじゃ。ですが本太子はその待望を果たす前に死にました。そして本太子が死んでからの数年間は、中華史でも最も激動の時代であったと言えます。本太子の死後、秦の内部で権力闘争がありました。誰が後継者になるかで揉めたのかの？本太子は後継者を指名せずに急死してしまったと言われています。果たして誰が本太子の後継者となるのか？本太子が死んだ1643年時において、ヌルハチの子供は8人残っていました。そしてそのうち3人はドルゴン同様アバハイの息子たちでした。そういえばかつて女真族の国である金を建国したワンヤンアブダが死んだ時、後継者となったのは弟の大僧じゃったの。そのような例は決して珍しくはなく、僧の建国者である長教院が死んだ後は弟の大僧が後継者となりました。ドルゴンには同母系であるアジゲがいましたが、かねてから有力な後継者候補でした。ドルゴンには同母系がいたのじゃな。儒教文化が浸透している漢民族と違い、満州族では必ずしも年長者が後継者になるとは限りませんでした。そういえば歴代中華帝国では長男が後継者になるのが通常じゃが、秦では長子相続の仕組みを採用しとらんかったのう。歴代中華帝国でも唐の幻想のように長子相続しなかった例もありますが、それは鮮卑族の文化がまだ残っていたからだと言えます。本太子からして年長者がいる状態で後継者になったのじゃったな。ドルゴンは本太子の生前から大きな力を持っていたと言われます。そのためかドルゴンを後継者に推す声が多かったようですが、ドルゴンは後継者にはなりませんでした。何か理由があるのかの？結論から言えば後継者になったのは本太子の第9子であるわずか6歳の夫人だったのです。順帝という名の方が有名かもしれませんね。6歳というのはいくらなんでも幼すぎんか。神輿は軽い方がいい。ドルゴンはそのように考えたのでしょう。ドルゴンは幼い順帝が即位するや、自らは摂政の座につきました。表立って皇帝とはならずに、両帝を擁立して自身は裏からそれを操るようにしたわけじゃな。
ドルゴンにはいくつか敵対勢力があったと考えられています。主な敵対者は本体寺やドルゴンのさらに兄にあたる大シャンや本体寺の長男のホーゲでした。年長などを考えればドルゴンよりその二人の方が有力じゃの。大シャンはヌルハチの第二子でしたが、四代ベイレにも選ばれず、本体寺が即位する際には候補にも上がらなかったようです。年長者なのにの、実力主義の女神族の世界では、生き残りのために最も優秀な人物が後継者となっていたのでしょう。女神族ではありませんが、モンゴル族にも長子相続の制度は基本的にはなかったようです。チンギスハーンの後継者となったのは三男のオゴタイじゃったの。秦における初期の後継者問題は現在でも明確にはなっていません。ですがこの段階で中華風の長子相続を導入しなかったことは、秦の歴史を語る上では非常に重要になります。本体寺の長男であるホーゲは結局皇帝にはならなかったのじゃな。ドルゴンらの兄である大社は、ホーゲを後継者に推したと言われています。後継者はドルゴンか、それともホーゲか。秦の勢力は二分されました。秦蛮人秦の乱が起こりそうな勢いじゃな。ドルゴンはそれを避けたとも言われていますね。ドルゴンが皇帝になっても、ホーゲが皇帝になっても、満州族同士の争いが始まる。それならどちらでもない皇帝を擁立した方が国のためには良いと判断したわけか。明確なことは分かっていないので、あくまで推測の域は出ませんけどね。一方中華領域では漢民族同士の争いが激化していました。明の皇帝である崇禎帝は、満州族に対抗するために人々に重税を課し、各地で反乱が頻発していたのです。外の敵に対抗するために内側に敵を作ってしまったのじゃの。明は反乱を次々と鎮圧しましたが、悪政が続いたためキリがありませんでした。やがて李自成率いる反乱軍が巨大になり、明の軍団を圧倒していきます。いわゆる李自成の乱じゃな。この時点で明の有能な将軍が何人も満州族に下っていました。その大きな要因は崇禎帝が袁崇煥を処刑したことにあります。袁崇煥は無罪じゃったのに処刑されたのよの。しかも人類が考え出した最も残虐な刑で処刑されました。反乱軍鎮圧の司令官であった工場中をはじめ、多くの将軍が満州族に下りましたが、粗大樹の降伏はこの先の中華の歴史を大きく変えたと言えます。粗大樹は御三家の叔父にあたるのよの。そしてその御三家が大満州族の最高司令官として、三階官の首相となるのです。ヌルハチの時代から数えて数十年、未だに三階官を突破できていませんでした。それほどまでに堅固だったわけじゃな。逆に明側から見れば、三階官を突破されれば首都北京が危うかったと言えます。故に大満州族において、三階官は最も重要な起点だったのです。一方李自成の軍団は巨大化し、明の首都である北京に迫っていました。満州族から見ると漢民族同士の内紛じゃのう。崇禎帝は自らの身を守るため、御三家ら大満州族の指揮官に北京を防衛するよう命じました。しかし御三家が北京に向かっている最中、北京はあっけなく陥落してしまったのです。明の皇帝である崇禎帝は自死を選び、明は滅んだのでした。詳しくは、崇禎帝、を見るのじゃ。明最強の軍団を率いていた御三家は、当初李自成に合流すると見られていました。複雑なところじゃが同じ漢民族じゃしの。しかし御三家の出した結論は、満州族に下ることでした。満州族と戦っておった男が満州族に下るとな。御三家がなぜそのような行動に出たのか確かなことはわかっていません。当時から言われていたのは、御三家が一人の女性のために漢民族を裏切ったということです。そんなことありえるのかの？李自成の腹心である劉宗斌が、御三家の愛人である陳延延を奪った。それが御三家が秦軍に下った要因だと言われ、延延曲、という詩が流行り、歴史書にもこの話が載ることになります。この話の真偽は確かめようがありませんが、すでに叔父の粗大樹が下っており、心理的ハードルは低かったと思われます。そもそも御三家が忠義を尽くした民はすでにないのじゃしのう。いずれにせよ御三家は満州族と共に北京に向かいました。今この項は昔日と同じにあらず、御三家の投降を受けたドルゴンは、
そういって中華領域への侵攻を開始しました。まるで漁夫の利の小路のようじゃのう。これまで満州族はたびたび中華領域に侵攻していましたが、ドルゴンの言葉通り、今回の侵攻はこれまでとは違いました。再び中華領域を支配する。ドルゴンには明確にその意思があったのです。かつてはニャンアブダが建てた金がそうであったようにじゃな。そのための最大の障壁が山海関だったのですが、この度その山海関が開かれ、しかも敵の最強軍団が味方になったのです。棚からぼた餅などというレベルではないの。ドルゴンは中華領域に侵攻する際、あることを満州族全員に命じました。あることとの？真に基準する者がいたならば、絶対に殺してはならないということです。なお基準したかどうかの判断基準は弁髪にしたかどうかでした。弁髪とは女真族、改め満州族の伝統的な髪型であったの。弁髪にした者には決して危害を加えてはならないということの裏は、弁髪にしない者には何をしても構わないということでもありました。髪をとどめる者は頭をとどめず、という言葉があったぐらいです。恐ろしいのう。ドルゴンは満州発起のうちに旗を自ら、三旗を同母兄弟であるアジゲとドドに引き入らせ、モンゴル発起及び肝心部隊を率いて、皇叔である皇城中を参謀に、北京へと進軍していきました。明の司令官だった者が参謀とはのう。本体時もそうでしたが、ドルゴンも漢民族やモンゴル族を徴用しました。本体時の時は、満州族が必ずしも味方であるとは限らないという事情があったのう。ドルゴンの状況も似ているところがありました。ドルゴンの他にもいとこのジルガランが共同摂政になっており、ドルゴンに不満を持つ満州族も少なくはなかったようです。ジルガランは前提本体寺と共に四大米入れの一角を形成しておったの。ジルガランはヌルハチの弟の子であり、満州族の中でかなりの勢力を持っていたようです。ドルゴンにとっては、漢民族以上にジルガランと宝華の二人が厄介な存在だったと言っても過言ではないでしょう。秦はいつ分裂してもおかしくない状態だったのじゃな。御三家の投降がなければどうなっていたかわかりませんね。中華領域への侵攻は、ドルゴンにとって自己の権限強化を大きく助けました。それで自ら軍勢を率いて攻め込んだわけじゃな。ドルゴン自身はもとより、二人の同母兄弟が功績を挙げることがドルゴンにとっては非常に重要でした。一族内部での権力固めという面もあったわけじゃな。ドルゴンが警戒していたのはジルガランと宝華です。なのでドルゴンが重視していたのは、自らの軍勢を消耗させないこと。そこでドルゴンは理事制の軍団に御三家をぶつけました。えげつないのう。ドルゴンの思惑通り、理事制の軍団と御三家の軍団が激突しました。この時両者が戦わずに共に真と戦っていれば、歴史は大きく変わったじゃろうのう。どこがどう変わるかわからないほどに大きく変わったでしょうね。理事制は20万を号する大軍を率いてやってきました。御三家は漢民族最強部隊を率いてこれを迎え撃ち、衝突すること数十回。理事制と御三家は一体何のために戦っているのじゃ。両軍消耗が激しくなったところで、ドルゴンは動き出しました。どうやらこの時激しい砂嵐が起こっていたようで、理事制の軍団は満州族に気づかなかったようです。そんなことあるのかのう。理事制の軍団は壊滅しましたが、理事制は真っ先に逃げ出したため満州族は理事制を捕らえられませんでした。理事制はそのまま金目のものだけ取って北京からも脱出。ドルゴンはその後難なく北京に入城することができたのです。理事制は御三家と満州族が結ぶことを予期しておらなかったのじゃろうのう。ドルゴンはここで全軍団に誰も殺さず略奪もしないよう伝えました。そして北京に入るや、亡き数帝帝のためにも発したのです。一体何が？仁義の軍を率いて遊族を滅す。それが真の掲げた理念でした。遊族とは理事制のことじゃな。ドルゴンは仁義の軍として北京に入り、そして北京の人々に弁髪にするか死ぬかの選択を与えたのです。明の首都だった北京は、満州族の、ドルゴンの支配下に入ったのでした。漢民族同士が争い、ほとんど消耗せずに北京が満州族の支配下に入ったのじゃな。1644年10月、ドルゴンは準帝帝を北京に迎え入れました。これは北京への戦闘を行ったことを意味します。
秦は中華領域に首都を置いたわけじゃな。ドルゴンにはやることが山積みでした。各地には長剣中のような群雄が割拠していましたし、内なる敵にも油断ができませんでした。民の復興を願う人々もいたのよの。そこでドルゴンは考えました。自分にとって邪魔な存在同士を潰し合わせればいい。三国志演義に出てくる二個教職の系のようじゃの。理事性なき後最大の勢力を誇った長剣中には、自身最大のライバルである宝家をぶつけました。宝家は長剣中を討ち取ることに成功しましたが、その後ドルゴンは宝家を捕らえて幽閉してしまったのです。いくらなんでも横暴すぎやせんか。宝家はそのまま獄中で死に、あろうことかドルゴンは宝家の妃を自らの妻としました。そんなことが許されるのか。なおドルゴンは兄である本太子の妃、フリンこと純規定の母であるブム部隊を妻としたという話がありますが、その真偽については定かではありません。それが本当だとすれば純規定はドルゴンの義理の息子だということになるが、この部分には激しい論争があり、何とも言えない部分ではありますね。ドルゴンはなぜ自ら皇帝とならなかったのか。これはしばしば議論の的になりますが、皇帝の父となったからだという意見もあるのです。三奪せぬのが当たり前だと言いたいが、中華の歴史を紐解くと、帝位を三奪した例は少なくないからの。なお純規帝の母であるブム部隊は、モンゴル族の出身でした。満州族ではないのじゃな。本太子の妃にはモンゴル族出身者が多かったようですね。ヌルハチは女真族を救護するために各部族の有力者の娘との婚姻政策を推進しましたが、モンゴル帝国を滅ぼした本太子は、モンゴル族の各有力部族の娘との婚姻政策を進めたようです。ヌルハチに習ったわけじゃな。とはいえ宝家の母は満州族の裏鳴らし出身なので、満州族の各部族との婚姻政策も続いていたようですね。純規帝こと不倫の擁立には、そのあたりの事情も関係していそうじゃの。本太子の時もそうでしたが、母親の生まれが帝位に大きな影響を与えていた可能性はありますね。さて、宝家が捕らえられる少し前、ジルガランが摂政の任を解かれ、代わりにドルゴンの同母帝であるドドが共同摂政の地位につきました。ジルガランは無事だったのかの？宝家が死んだ1648年、ジルガランは捕らえられてしまいました。ドルゴンにとって都合の悪い者たちが次々と投獄されてしまったのじゃな。ですが宝家と違い、ジルガランは釈放され、難民軍との戦いを命じられています。難民軍との？世界史における難民の位置づけはなかなか難しいものがあります。難民は簡単に言えば民の皇族が江南に建てた国なのです。東晋や南宋と同じ性質を持つ国なわけじゃな。万暦帝の孫である高皇帝が擁立されたわけですが、すぐに捕らえられて北京に送られ、処刑されてしまっているのです。その後遊武帝が擁立されたのですが、秦の軍団に捕らえられ、1646年に絶食により命を絶ちました。凄まじい最後じゃな。このように新たな皇帝が擁立されては短命に終わることを繰り返したのです。万暦帝の孫である永暦帝だけは例外的20年以上くらいを保ちました。永暦帝の命運が尽きるのは、ドルゴン亡き後のことになります。結局滅びてしまうわけじゃな。政敵を排除したドルゴンは、権力の絶頂にいました。誰も彼に逆らうことはできなくなったのです。皇帝をもう上回る力を得たわけじゃな。ブム部隊との婚姻の真偽はわかりませんが、ドルゴンの称号は、祝福摂政王から、皇祝福になり、ついには、皇父になりました。皇帝の父、ということかの？ブム部隊との結婚があったという意見を持つ人は、この部分を根拠とするようですね。皇という文字は元来、神を意味する文字であり、それを名乗るのは相当のことです。さらにドルゴンは死後に、聖僧という病号を送られ、義皇帝という死号も送られています。まるで皇帝であったかのような扱いじゃのう。このあたりの故障に関しては様々な議論があり、ドルゴンとブム部隊の関係及び純規帝との関係はつまびらかではありません。じゃが、皇父という称号は尋常ではないのう。ドルゴンとブム部隊の結婚がなかったとする説は、それが秘書に記されていないことが大きな根拠です。ですがその部分は意図的に記されていなかった可能性があります。
どういうことぜ？この部分についてはもう少し後にまた触れましょう。1650年、ドルゴンは権力の絶頂で死にました。その死後に義皇帝の死号と正装の廟号が送られたことは先ほど触れた通りなのですが、それらの号は全て剥奪されることになります。穏やかではないの？ドルゴンが死ぬと、ドルゴンの一族とジルガランの間で正装が起こったのです。褒義は死んだがジルガランは生きておったのじゃったな。ドルゴンが死ぬ少し前、同母帝であるドドが死んでいました。生き残った三兄弟の長男であるアジゲとジルガランが実権をめぐって争いを始めたのです。ドルゴンとドドを欠いた状態ではいかにも厳しそうじゃのう。これまでドルゴンが力で抑えつけてきた不満が、ドルゴンの死で爆発しました。これまで標準を示してきた諸勢力が立ち上がったのです。反ドルゴン派は生前のドルゴンの振る舞いを一斉に責め立てました。このような構図は過去から現在まで様々なところで見られるのを、曰く皇帝にしか許されない品々を使い、その棺に入れた。皇帝にしか許されない服装をし、甲府を名乗った。ジルガランと共同摂政だったにもかかわらず、ジルガランをないがしろにし、同母帝であるドドを摂政にした。改めて列挙されるとその傍若無人ぶりがよくわかるわい。また国家の財産を私物化したことや褒義に死を迫りその妻を自分の妻としたことや摂政権の乱用など、ドルゴンを非難する声はやまず、ドルゴンの腹心であったスクハサでさえも、娘の殉死を強いられたことで糾弾しました。娘を殉死させられたのか。ドルゴンの母アバハイもヌルハチに殉死したと見られており、この時期満州族の間で殉死が慣習化していた面もあったようですね。ですが同時に満州族が感化していく時期でもありました。中華領域に入るとどの民族も感化するのよの。今も昔も漢民族は世界で最大規模の人口を誇りますからね。感化しなければ統治は困難なのです。五胡十六国時代にはそれで多くの国がすぐに滅んだのう。ドルゴンが死ぬと、順帰帝による新政が始まりました。順帰帝の判断は、ドルゴンの号の剥奪とドルゴン派の一掃でした。ないがしろにされ続けたからのう。ドルゴンの罪状が列挙された書状が交付され、廟は撤去され、資産は没収。ドルゴンの兄であるアジゲは死罪となりました。それはそれで極端じゃのう。ドルゴン自体も刑に処され、墓から取り出された遺体に鞭が打たれました。文字通り死者に鞭が打たれたわけじゃな。このように順帰帝はドルゴンを憎んでおり、母ブム部隊とドルゴンの結婚もなかったことにされたのではないかという意見もありますね。真相はわからんが、納得できる意見ではあるのう。ドルゴン派が滅亡し、新たにジルガランとその一派が真の実権を握りました。順帰帝の次の後期帝の時代に実権を握った補正四大臣は、ジルガラン派の人間たちだったのです。なんというか、栄枯盛衰じゃのう。ドルゴン自身は栄華の絶頂で死にました。死んで間もなくは廟号と死号を送られましたが、その後は一転し、それらが剥奪され、ドルゴンは罪人となり、一族は権勢を失いました。皇帝さありすぎじゃのう。ですがその死520年ほどが経ち、乾隆帝はドルゴンの名誉を回復しました。ドルゴンの墓は修復され、忠という送り名がされたのです。忠義の忠じゃの。この時代、ドルゴンに対する再評価が行われたと言えます。ドルゴンは罪人とされましたが、中華帝国新建国最大の功労者の一人でした。えげつないやり方が目立ったが、秦という国にはだいぶ寄与したのう。生前、ドルゴンの戦王は目に余るものだったようで、褒義を処刑しようとしたドルゴンに対し、順帰帝は泣いて兄の処刑免除を嘆願したと伝えられます。じゃが褒義は死んでしまったの。褒義の死に関しても謎だったと言えますね。順帰帝はドルゴンの死後、褒義の名誉を回復し、褒義の息子である不肖に親王位を継がせました。褒義は自然死だったのかのう。どうだったのでしょうね。褒義の死の問題も、順帰帝の母ブム部隊との結婚も、ドルゴンに関する謎は解明されないままです。ただ、本胎児亡き後の真を主導し、中華領域への進出を成功させたのはドルゴンであり、北京への戦闘を行って真を中華帝国にしたのはドルゴンだったと言えます。真が中華の覇権を握ることができたのは、ドルゴンの力が大きかったわけじゃな。ドルゴンもまた、
歴史を大きく変えた人物だったと言えるでしょう。といったところで今回の動画は終了です。チャンネル登録していただき、次回もご覧いただければ幸いです。チャンネル登録していってね。